ほんじゃ、こっから見たらめっちゃ綺麗やな。これ見たいかな。エミちゃん来れんかな。なんだ。写真撮る。長崎。今から自分が好きな言葉を、大声で叫んでください。はい。で、一番長崎に爪痕を残せた人が優勝です。はい、審査員はゆいまるです。はい、ゆいまる喉死んでますので、はい、ではマイク番号のお尻の人から。えみさんはちょっと熱中症で今日はあれなので。猫やだ。猫はいいから。怖い。ちょっと待って、はい、いいよ。本当にワリーなあ。で、え、長崎にワリーってどういうことやね。ワリーを言っとけばいいと思って。ワリーもなあ。ワリー、はい、わかりました。今あれじゃ、今の覚えておいてくださいね。はい、では次、エアリンゴ、なんでもいい、好きなものとか、なんでもいい、なんでもいい、自分が言いたいこと言ってください。では、エアリンゴのおたけびまで3、2、白ご飯。白ご飯。まあ美味しいからね。え、なんでその言葉をチョイスしたんですか。あの爪痕を残そうと思って白ご飯が。はい、黙ってください。次の人。それでは次は桜子選手。はい。はい。じゃあ、はい。言ったことには自信があるので。絶対声ちっちゃいよ。いやいやいや。はい、じゃあお願いします。あ、ごめん、ちょっと車がうるさくてよく聞こえんかった。山崎。あ、すいません、ちょっと今車いなくなったらもう一回お願いしていいですか。なんかよくわかんなかった。山崎。はい。はい。ちょっと頭がおかしいですね。はい。え、なに、もう自分のことばっかり。ウォーミングアップ始まってる。わかりました。生ガキ、はい、ゆいまる覚えておいてください。はい、こんちゃん、こっちにじゃあ一言お願いします。見ててください。はい、長崎近かった。え、そんな大きい声出るようになったん、すごい。長崎かかった。今日宮崎に行くとか言いよったけど、宮崎で待っててねって。待っててかも、ね、宮崎で。本当よ。はい、わかりました。それでは、ニーモの一番声がでかい女の方お願いします。何回叫んだと思ってるんですか。はい、角煮まん。確かに美味しかったからです。確かに美味しかったですか。美味しかった。ああ、それは良かった。ありがとうございます。はい、それでは一番、成績が低かった人から発表お願いします。先生、声張ってもらっていいですか。ちょっとあの、はい、頑張ります。最後なんで。はい。ファースト1位は桜子ちゃんです。はい、生ガキ。自信があったのでかっこいいです。意味わかりません。では優勝者を
発表お願いします。長崎しか勝たん。そんなに嬉しい？そんなに嬉しい？青春したかもしれない。青春した。かわいい。やったー。ありがとうございます。はい。それでは、そうね。確かに。そうね。で最後はあのコミちゃんのやつで締めましょうか。コミちゃん今の気持ちをじゃあ言ったところで終わりたいと思います。長崎しか勝たん。よし、みんな帰るぞ。何やってんの？何やってんの？ロックンロール？え？ロックンロールやってんの？え？え？え？ムーンウォーク？うまいうまいってな、睨んでいいよ、この人。いや、うまいんだ。下見ながら、うまいうまい。なんかさっき、エアリちゃんになんか、口の形がハートだねって言われて鏡を確認して、あ、本当だねって言ったんですよ。下エアリちゃん、真顔で本当に思ってるって思ってるあ、消えたね。